疲れ様です。お疲れ様です。今日集まってもらったのはライブプラネットの10個目の新しいグループとしてこのメンバーでやっていってもらおうかなと思っていて、小田家のアイドルプロジェクトとは別のグループとして活動していってもらうものの、やっぱり比べられることも多いと思う。ただ言い方を選ばず言うと底辺の状態からあのグループにも勝てるように、全てのグループに勝てるように、あなたたち6人で頑張っていってもらいたいなと思っています。私たちなりのセカンドシーズンを楽しみにしててください。